ここに描かれてる絵って、もしかして小市猿さんですか？そうですが、下手だったでしょうか。あ、いえ、そうじゃないんです。絵はすごく上手いし、一目で小猿さんだな、って思えてたんですけど。でも、ちょっとだけこの絵の小猿さん、お疲れの表情を知ってて、小猿さんらしくないかな、って思ったんです。さすがは絵をなさるですね。ラッシエラ時代から付き合いがあるので、もしかしたら、とは思っていましたが、ここに描かれている小猿は、王としての重責や苦悩により、疲労しきっている姿を描いたものなのです。そうだったんですか？こんなに元気がなくなっちゃうなんて、きっと想像もできない悩みなんですね。どれくらいか、気になりますか？まあ、ちょっとだけなら。それならちょうどいいです。この日のと X さん愛語は、今のイオナッサルにはぴったりのものかもしれませんよ。これは小猿の苦悩を実際に体験できる日のと X さん前百語で、知恵の無王のう、というものです。エーツ、小市猿さんの苦悩を体験ですか？その通りです。王と言われると、普通の方たちは常に優雅で落ち着きがあり、自由な日々を送っていると思う者たちは大勢います。もともとこれは、そんな幻想を取り払うために作られたものだったのです。だったですか？はい。実際に店で扱っていたこともあったのですが、王の苦悩というのは、一般の者たちには少々重すぎたようです。使用者の大半が心を病んでしまったため、販売を中止にしたのです。ちょっと待ってください。そんなの私に渡されても困ります。私だって心が強いわけじゃないから、使ったら同じようにになっちゃいます。言われてみれば確かに。そうです。イオナッサルは王女になるために、数々の試練を乗り越えてきた過去があります。そんなエオナッサルであれば、きっと小猿の苦悩を体感し、理解してくれると思ったのです。本当に、私かつても大丈夫だと思いますか？もちろんです。でなければこんな物を渡したりはしません。イオナッサルならば、小猿の苦悩をちゃんと体感し、理解してくれる。私は、心からそう信じていますよ。
わかりました。カノンさんがそこまで言うならこれ使わせてもらいます。本当ですか。よかった、そう言っていただけてほっとしました。コウザルの気持ちを理解してくれる人が増えるというのは嬉しいことです。私もコウザルさんの苦悩というのがどれほどのものなのかを実際に体感して理解したいです。でもまだ少しになるかもしれないって不安はあるけど。